はい、どうもショータイムゴルフです。はい、ショータさんのドライバーでこんな左に池があってちょっと怖い方なのに、さすがさすがっす、優柔不断なんすね俺が。いや、やべえ、マジか。右の林の方でもこれ落ちてくるんですよね大体。毎週に回った時もあそこ行きましたよね。怖かったですか？やっぱ池怖かった。池怖い結局ちょっとフェードかけようかなと思ったらだいぶかかっちゃう。大スライスですね。避けたね、池を。全然だからもう池向いてもうめっちゃスライスで絶対池に行かない。俺もその予定だったの。ルークかなんかが言ってましたよね。誰だっけな、なんか池打ちたくなかったら池構えてそっからフェアウェイ戻してくるみたいな。ルークダホスか。あ、ドロー、さすが。同じとこ同じとこ行った。まあでもこれっちのこれはありそうですね。てか多分前のもありますよ。あそこはだいぶ崖になってるんでピー入ってるんで大丈夫だと思います。私ショーターのボールがね2球ともありました。ありがとうございます。140何番で149番。うん、上げてるね。上げてる時はやっぱりねあんまり力入れないんで、力入れるとスピン量増えちゃうんでね。おお、いいんちゃうの。おお、ナイスナイスナイス。大丈夫ですか。うん、こっち決め。オッケーです。ここの崖をこう下ってきて2球とも出てきてました。135。この木がちょっと邪魔っすね。ショートアイアンだとかかっちゃうかもしれない。9番低めで。さっきのフェードないんですか。タイガーフェードっすか。フェードわかんないよねわかんないっすか。でも前下がりなんでフェードライって言ったらフェードライっすよこれ。こう方向はバッチシ。ドショート。ドショート。かわいい。かわいらしさもある。そんなショータイムゴルフ。23歳。23歳。グリップもかわいいっすね。お揃いなんすよね。お揃いなんだよね。アイオミックの。僕も同じイオミックの青いグリップ使ってます。イオミックいいっすね。ショータさんのアプローチ、これはちょっとこっから下ってるんでちょっと難しいですね。止めるのが難しい。上げっすかこれ。うわ、でかっ。やっちゃった。だいぶでかい。帰ってきてないあれ。嘘でしょ。いや待って、帰ってきてるじゃん。なんでそんなラッキー出るんですか、ショートさん。ずる。狙い通りだからこれ。いや、狙い通りじゃないでしょ。絶対違うでしょ。絶対違うでしょ。
狙い通りだな。いやすんごい、すんごい狙い通りでしたね。マジかよ。フックだね、ちょっとフック、ちょい外し、うん、めっちゃライン読みますね、この人。多分3分ぐらい読みましたね。今カットしましたけど。まだ読みますよ。まだ読みますよ。もう4分経過しましたね。おいっと、ナイスバーディー、ナイスバーディー。読んでよかった。やっぱ読んだ甲斐がありましたね。あ、そうですね。5分読んだ甲斐ありました。いや、このホール本当に綺麗ですね。何番ですかこれ。12番、分かんないです。ショートさんのパワーパット、下り2m ぐらい、1m ちょい。いや、マジか。いや、インチキパーっすねこれは。インチキじゃねえ、インチキパーっすね。日本派だよ。ちょっとラッキーが2つも重なっての、ちょっとインチキパー。インチキだね。で、14番パー4、381ヤード。このホールはフェアウェイが浮き島になってますね。左右ハザードなんで、ドライバーだと池に入っちゃうんで、カートコースの右から刻んでフェードで、すごい左向いてるけど、ここから、あ、狙い通り、狙い通り、うん、ドローしてるね。する？あ、めっちゃいいとこいいじゃん。完璧。俺スプーンでいいじゃん。スプーンでしょ。え？翔太さん、悩んだ挙句、久しぶりに悩んだ挙句、短いクラブを持つという。珍しいですね。任意で。刻む予定らしいです。スリーウッドだと突き抜けちゃう気がするんですよ。おー、ナイス、めっちゃ綺麗、球ちょい右、まあ、フェアウェイど真ん中ですね。ナイスです。ちょっと暖かくなってきました ね。朝はものすごい寒かった。本当に体回んなくてどうなるかと思ったけど、だいぶ日が出てきて、148上げてるから8番、はい。これはフェードとかじゃなくてまっすぐフェードで、はい。まっすぐ見えないけど、ここのピンの方向まっすぐ飛んできました。ちょっと右かな、取っとこう。手前かな、いいとこ乗ってますね。ナイスです。ちょっと上げてるし、ライ悪いし。129ピッチングで上げてるし、ライほぼ土ですね。つま先下がり、あ、つま先下がりじゃねえ、左足下がり。右から右で、スピンで右オン。高井戸君がちょっとね、こぼれてたんで、エッジから15メートルぐらいかな、上りのフック。
ナイス。オッケー。はい、ショートさんのバーディーパット。どれぐらいかな、これ。5メートル、もっとか。7メートルぐらい。上り、フックライン。オッケーですね。ナイス。全然曲がなかったですね。まあ、ナイス。ナイスパーです。一番難しいと思います、ここ。左ドックで、フェアウェイ左はずっと川が流れてて、ピンは多分ここら辺。こっち側フェードヒッターには最悪のホール、うん、どうぞ。あ、俺？俺じゃん。ショートさんそれ。バーディーパーじゃん。あ、そっか。まだオーナーは高井戸くんです。はい、珍しい。そこフェードヒットはきついね。狙い目は多分ここっすね。150ヤードのこの杭の左側、木のラインからフェードです。はい、420ヤードアゲンスト。寒いです。ドローしてきましたね。ちょっと行けっすね、これ。行けありました。で、こっち側に全部行けだよ。ハザード越えてないですか。木の落としたよ。はい。じゃんじゃん。はい、ショートさんはドライバーで。こうやって見るとすごい狭く見えますね、フェアウェイが。うわー、うまい。ナイス。結構飛びましたね、今の。上げてる割には。ナイスです。高井戸のボール、1打目が池に。川か。いけるでしょう。打つのマジで？どこに打つの？あそこ。あっちに打つの？だって3打目じゃないですか。うん、あれ4打目っすもん。こっちに出さないの？出しますか、それじゃ。本当に出すの？え、だってこれ一打変わりますよ、マジで。脱がないの？どっちもいいけど。絶対脱ぐ。ボールありますよ、これ。うわ、めっちゃぬるぬるしてるやん。最悪。何ですか？うまい！ナイス！びっしょびしょ。最悪もう。アホですね。いや、でもこれ1打セーブしたでしょ、どうか。したけど、試合じゃないよ。公の場に出たんだよ。199。ナンバー。6番で振ってた。6番、裸足です。時間ない。後ろ切ってないですけど。ちょっと右かな。あ、もう疲れた。177、7番だそうです。左。まあ、オンっすね。オン。まあ、OK っす。53ヤード、60度。4打目です。やべ、ミスった。あ、バンカーだ。越えてないって。もう難しい。5打目。このホールは難しいんですよね、やっぱ。ピンは左側です。マジで？ナイス、ナイスです。超でかかったね、今。
当たんなかったらまた出てたよね。はい、翔太さんのバーディーパットだいぶ長いですね。これは難しいパット、僕のバンカーからピンに当たってここにつきました。超ラッキー。おお、うわ早い、だいぶオーバー。上りのどれぐらいですかね、3メートルぐらい残りました。返しのパーパット、上りスライス3メーターぐらい、2メーターぐらいかな、 2.5 メートルぐらい。うまい。うわ強いか微妙なやばい微妙なボギーパットがまた残った。左のスライスかな。わかんないわかんないわかんない、違う気にしないで。トリ、トリじゃん、トリ、トリか。はい、ショートさんのボギーパット。ナイスです。いいなと思ったら、LIKE ボタンを、また見たいなと思ったら、チャンネル登録ボタンお願いします。お願いします。